どうもーはい、えー、今回ので,ですね僕は MacBookPro16 インチ、えー、買いました、はいえー、50万ぐらい50万しました消費税入れると正確に言うと52万ぐらいローンで、はい、<laughs> ローンかよって突っ込んでくださいね、はいまあ、のジャパンネット高,で高田ではなくアップル社が24回金利手数料負担してくれてる ざまあ買ったんですけど要はあのー、僕ね Mac 信者 Apple 信者なんですけど実は実は Windows も使ってるんです <laughs> これね Windows を使ってるんですよ Windows を Mac を使いながら Windows を使ってるんですよでね,ねな,なんで Windows 使ってるのかっていうともともと僕 Mac じゃなくてずっとウンド Windows 歴何年だ ウィンドウズ歴多分十何年だったと思うんですよ。ウィンドウズ歴。ウィンドウズ XP からウィンドウズずっと使ってるので、ウィンドウズずっと使ってました。で、途中でですよ。途中で MacBook、Air とか MacBook みたいに出てきて、途中から Mac を買い始めたんですよ。でも会社の、会社のデスクトップのパソコンは、ウィンドウズなんですよ。だから、会社のメインキー、ウィンドウズ。 で自宅で Mac みたいなのやってたんですけどで結局その、まあ、会社間でのファイルのやり取りとかいろいろやり取りとかあとなんかそのお客さんのサポートする上でお客さん基本 Windows が多いんですよ、まあ、最近はね最近は Mac 増えてきましたよでもこ、うん、こそのなんだ何年前56年7年8年分かんないですけどそれぐらい前はあのまだ Windows ですよ まあそれでも今、まあ、会社にね、全部 Mac っていうところはシャレオツの会社しかないと思うんですけど、基本なんか普通の中小企業とか普通の会社って Windows じゃないですか。だからそのファイル間のやり取りとか、まあ、Windows とか、まあまあ、Windows なんですよ。やっぱり。やっぱり。で、僕はその Mac に変えて、その要は Windows のファイル、Windows しかし開かないファイルっていうまあ最近はちょっとね、互換性が出てきたのの部分はありますけど、 まあ全く Mac じゃ無理だっていうのはあるわけですよ。Windows じゃないと無理みたいな。で、その時に僕は、その、MacBook で自宅でやってるけど、会社の仕事もやるわけですよ。で、Mac で Windows を動かすみたいな。ブートキャンプみたいなね。ビリーブートキャンプじゃないですけど、ブートキャンプみたいな、ね。いろいろ調べて、で、仮想で動かすみたいな。Mac を起動しながらね、仮想 Windows で Windows を動かすみたいなのをなんか発見して、 れれええやんみたたいなしっつって入れたわけですよで入れて、まあ、それをずっと使っててしかも Windows でしか動かないソフトっていうのもいまだに使ってますいまだにだからその,の Fireworks10 <laughs> 年前の画像編集ソフト Fire もう15年ですかねで待って2008年ぐらいのソフトなんで今2019年あ11年前ぐらいですね2007年とか8年とかの多分ソフトだ2006年か ドリームウェーバー8 <laughs> ドリームウェーバー8とファイアーワークスの8をねいまだにちょいちょい使ってるというねそれ Windows しか動かないんですよとかもう超マニアックなんですけど多分ねドリーあのファイアーワークス8とか知ってる人なかなかマニアックだと思いますよまあ今、まあ、ぶっちゃけ言うとあれじゃないですかフォトショーじゃないですか ファイヤーワークスってなんやねんっていうね。ファイヤー o r クスだったっけど。まあまあまあ、そういうマニアックなソフトをね、ずっと僕は使ってたんで、未だに使ってるんですけど、まあこれ、新調したわけですよ。で、新調したんで、これ設定しないといけないわけですよ。で、今回、その、このパラレルさん、ディデン、パラレルデスクトップバージョンアップしました。これ15です。15, 15。 で、僕、今までこっちの今、2機、今、二機あるんですよ。2機やってやってるんですけど、まあ、データ移行しながらいろいろと、あのー、細かいセッティングをしてるんですけど、今まで使ってたのがパラレル14、3だったかな、これ、バージョン。パラレルディスクトップバージョン何本だ、これ。多分ね、バージョン13ぐらいだと思うんですよ。で、バージョン13に、 バージョン13か14に Windows7 入れてるんですよ。でね、今回なんで動画撮ってるのかってまずまず、まあ、こう新しく、まあうん、新規でも入れ買っちゃう、まあ、大したね、変わんなかったんですよ。なんかもうし、なんかね、いろいろそのデータ移行だったりとか、アップグレードこれでパソコンにこっちに入れてて、こっちにソフト入れてて、古いソフト。で、この古いソフトをアップデートして、アップデートしてもこっちの新しいパソコンどう入れんのみたいなね、わかります <laughs> どうすんねん、めんどくせえなみたいな、まあ、いいやみたいな、もう新規で買っちゃおうと思って、まあ、アップデートの方が安いんですよ、1000円か2000円。だけど、まあ、ちょっとよくわかんないんで、要は、こっちのパソコンでアップデートソフトするじゃないですか。で、そのデータをどうやってこっちに全部移行すんねんみたいな、まあ、それ調べればいろいろあると思うんですけど、ちょっとめんどくさかったんで、まあ、この新規で買って新規にインストールしました。で、ここからが問題なんですけども、Windows7 ですよ。 Windows 7知ってます Windows 7が、あのー、2020年1月なんでサポート終了なんですよ。わかります <laughs> で、今僕こっちの仮想に入れてる Windows 7が、もうパスプン終了なわけですよ。お疲れ様でしたみたいな。<laughs> Windows 7終わりだよみたいなね。じゃあこれ入れて OS どうするみたいな。OS どうしようみたいな。でね、これちょっとびっくりしたのが、 あの、なんだ。まず、あ、これね、インストールしたら、もう、インストールした瞬間に、これね、すげえ便利なんですけど、これインストールした瞬間に、もう、Windows のファイルが、まあまあ、ボタンを押したら、Windows 10をインストールできました。だから、まあ、Windows のホームページからも、ISO ファイル、I、イメージファイルっていうのはダウンロードできるんですけど、できるんですよ。で、ダウンロードして、そのシリアルキーっていうかね、アクティビションのとかキーだったかな。 それ入れれば別にいいんですけど、これすごい便利で、なインストール、これインストールしたら、すぐなんか立ち上がって Windows 10インストールしましょうみたいな。もともとインストールみたいな。だけど、アクティビエーションというかね、承認されてないんですよ。だから承認しないといけないんですけど、でもこの Windows 7から Windows 10って、ちょっとだいぶ開きあるじゃないですか。 で確かね、アクティビジションキーも変わってんすよ。確か。じゃあ、こっちの Windows 7で入ってて、えこっち Windows 10入れたけど、それを、これ、できるのかなみたいな。なんかごちゃごちゃやっててね、時間かかっちゃったんですけど、もういいやと思って、もうなんかめんどくせえなと思って。で、で、まあ、買おうと思ったんですよね。w i あの o s を。でも、買おうと思ったんだけども、 だけど高いんですよやたら高いんですよねえっ、ー、と1万6000とか7000とかなんですよまあ家電量販店とかでも売ってると思うんですけど OS いやでもこれ入ってるしなまたこれいい金かかっかみたいなで結局そのアクティベーションキーみたいなキーがあればまあ承認されればいけるんですよで調べたんですねいろいろと <laughs> いろいろと調べたらなんと そのキーが <laughs> ヤフーでね <laughs> ヤフーショッピングで売られてるんですよ <laughs>。マジでみたいな <laughs>。しかもね、驚き、桃の木、山椒の木で、あのそのキーが1000円で売られてるんですね。ヤフーショッピングで。で、まあ、1000円とか3000円とかで売られてるんですよ。これどういうことみたいな。これちょっとやべえんじゃねみたいな <laughs>。でもなんか、そのレビューとか4点なんぼついてるんですよ。 で、レビューもめっちゃ読んだんですけど、これ大丈夫かなしかもなんかそのランキング1位なんですよね。なんとか OS なんちゃらの、なんとかこう。これ大丈夫かなみたいな。これは承認されんのかなみたいな <laughs>。で、なんか1000円とか3000円とかあったんですよ。で、その3000円の方を見たら、なんかそのレビュー見たら、 いやあの他にもねすごいいっぱいあって安いところがいっぱいあったんでちょっと安すぎて不安でこっち買ったんですけど、まあ、結果的になんか承認されてよかったですみたいななんかレビューもあってあこれやっぱ3,000円か4,000円の方がいいのかなとか <laughs> いやでも1,000円あるしなみたいなねで僕が選んだ結果がとりあえずちょっとあの試してみようっていうだダメだったらダメでしょうがないかなみたいな。 1000、まあ、円やしなっていうその1000円戦略にはまったわけですよ。もうね、間違いなく。で、1000円でね、買ったわけですよ、その。で、買ったらどうなったと思います ?1000 円ですよ。で、なんか、まあ僕、イ a y とかで買って、なんか戻ってくるんで、多分八800円ぐらいですね。たぶ800円ぐらいでキーを買ったわけですよ。で、で家電量販店で買ったら1万7000とかですよ。これ、どういうことかよくわかんないんですけども。 なんかねそれでね面白かったのなレビューでそのなんでこんなに安いんですかみたいなもやっぱツッコミあるんですよでそのツッコミに対していや当社ではあのなんか大量仕入れしてるのでいやそもそも木を大量大量にできんのかなっていうまあ何かいろいろあるんでしょうねでまあまあそれで安くなってますみたいなまあその,こあのなんだあのー、ココスココスじゃねえわんかあのあるじゃないですかあのー 名前出てこないですけど <laughs> 名前ちょっと出てこないココスココココアチゲココなス,ス,トストコアス,ストココ,コストココストココストコかコストコみたいに大量仕入れみたいなねアクティビーションキーを大量仕入れできるのかなみたいなまあでもね僕もいろいろ調べたんですけどなんかその OEM 版とかなんかいろんなバージョンがあるんですよ ななんんかかよくわかんないですけど Amazon にも売ってますよ。なんかそのキーみたいな。おなんか OEM 版とか、なんかいろんななんとか版みたいな。でそれは1万円とか、なんかもういろいろあってよくわかんないんですけど、これ1000円ってどうなんやんみたいなね。で、まあ買ってみたんですよ。で、まあそこでも、まあ,しあの、そのアクティビーションキーみたいなのを配布しますよ。で、えー、商品の発送はありません。メールでお届けしますよみたいな。メールでね。 メールで、お届けしますみたいなでこれ、ちょっと、大丈夫かなみたいな。本当にメール来んのかなみたいな。僕が初めて情報商材買った時の気持ちになりましたね。これメール来んのかなみたいなね。<laughs> 大丈夫かなみたいなで。で、で、多分1時間後ぐらいですかね。メール来ましたよ。メール。でそしたら、まあ、ご注文ありがとうございます。つって。一応、その商品買った時の、 あの商品名が正規代理店だったかな。まあまあそれも書いてあるんですよね。まあ、正規だしねでも安いいなみたいな。大丈夫かな。で結論入れたわけですよ。入れたんですね。はい。え秒速で承認です <laughs>。秒速で承認されましたね。まさかの。 いや、まさか秒速で承認みたいな。<laughs> マジかみたいな。承認されるんだみたいな。<laughs> これ何なんですかねちょっともう一回見ていいですかあ、でも、いや、ちょっと今、カメラ撮ってるからダメだな。そう。まあ、僕が運は良かったのか分かんないですけども、もまあ、結構レビューとかいろいろ見たんですけど、まあ、とりあえずまあ承認されました。うん。 何なんすかねちょっとよく分かんないですけどその仕組みがまあヤフーで売られてるということはまあアマゾンでも売られてるんですけどどういう仕組みなんですかねで僕思ったんですけどめちゃめちゃボロ儲けじゃないですかいや分かんないですよどう,しど,うどうやって仕入れてるのか分かんないですけどいやそれ仕入れられたらうんだからまあ一個のキーに対してどれぐらいの仕入れなのか分かんないですけど どうめっちゃ儲かんじゃないかなと思うんですよねそのキー売り <laughs> キー売りでだってその配送コストもないですもんだメールで送るだけですからキーをねこれめちゃくちゃでも1000円でねしかもねそれびっくりするのがあのなんかヤフーショッピングでその注文のカートとかに入れてるその注文ページ見てる時に今この商品は何人カートに入ってますみたいに出るんですよ だからそのテレビショッピングみたいな感じですよ。今、注文何人入ってますみたいな。で、そのヤフーショッピングにも出るんですけど、今、この商品は今、どれぐらいの人がカートに,カートに入れてますみたいな。でね、そのリアルタイムでいくら何人の人がその1000円のね、キーをカートに入れてたと思います。リアルタイムで僕がカート入れたときに。すごいんですよ。500人ですよ。<laughs> 500人入れてるん,んですよ。だから1000円かける500人ちょっとやってみましょうか。 だからそ,のそ,のその数十分のところでょう。数十分の <laughs> 時間で500人カートに入れてるからねまだ 500×1000 円でしょ1101001000万50万ですねだからこれ1日100万ぐらい売り上げあるんじゃないですかいやだってその数十分で 500, カー500人ぐらいカートに入れてるわけですよ えどんなに注文あんのみたいなこれやばないですか <laughs> だから1日24時間あるわけじゃないですかいやでもカートに入れてですよカートに入れて、まあ、放置する人もいるのかもしれないですけど、まあ、大体カートに入れてこう決済するまでうんまあ僕の場合だと10分ぐらいなんですよ、まあ、他にもちょっとカートに入れる場合もあるんで、まあ、そうは言っても10分ぐらいで決済するんで ままあまあ、まあ、多分30分1時間半、うん、わかんないですけどねその決済するまではわかんないですけどまあ仮に1時間で500人が決済したとするならばそのその流れでねそのとんでもないなみたいな <laughs> 1日いくら売ってんのかなみたいなね化け物ンすよね <laughs> しかも商品ねキー送るのみみたいな。 このビジネスやびくねみたいいなちちょっっと思っちゃいましたけどねしかも今多分今多分ね売れてる理由がやっぱあってそれがやっぱ Windows7 のサポート終了なんですよだからやっぱその変えないといけないじゃないですかだから多分今めっちゃ駆け込み寺というか多分12月と1月に関しては相当そこら辺伸びるんじゃないかなとは思いますけどねそのそういう類のものがうん これはねちょっとびっくりでしたねまあとりあえずなんかなんだちょっとちょっと見たいななんてタイトルなんて書いてあったかなあ、いけるねちょっとタイトルが買ったタイトルが あ、これね、今ね、ヤフーショッピングってね、電話コードなんですよ、承認コードあ。あ。見れねえな。すみません、承認コードなんで見れないですね。なんか電話番号にね、承認コード送るんですよね。こっから見れない、あ、見れないかな、見れないか。 見れないよねすみませんちょっと見れないですけどああれで見いやあの注文メールで見ればいいのか注文メールで見ればいいんだ商品名書いてありますよね注文の 安心安全のマイクロソフト公式サイトからのダウンロード Windows 10 Pro 32bit 64bit 新規アップデート化プロダクトキー日本語正規保証、正規保証、証、正正規規保保してますよ正規保証してるわけですよ ちょっと今、今どれぐらいの注文、今見れんのかなこれログインしないとダメだよね、やっぱり。今カートにどれぐらい入れてんだろうこれは見れないかな、ログインしないと。 今もう400人ぐらいいますね。今も400人ぐらいカートに入ってる人が。で、このなんか Yahoo ショッピングのカテゴリーで OS オペ,リオペ,オペレーティングシステムコ,コード販売っていうカテゴリーがあるらしいですね。OS オペレーティングコード販売コード販売っていうカテゴリーがあるっぽいんですけどそのコード販売で ん2位のとこショッピングで2位のとこかなあ二2位のとこっすね2位のところ,、ねところうん、で,で買いましたそうプロダクトだからねほんとねなんかすごいんですよなんかいっぱいあってよくわかんないですけど これなんか詳しい人い,いますよね多分これどうやってんだろうなこれどうやってこれ発行してんのかな謎なんですけどねちょっと謎じゃないですか でもレビュー4.62ですねかなり高いですねうんうんこれどうしてんのかなすげえちょっとこれに詳しい 多分ね、これに詳しい人誰かいると思うんですよね。これやばないですか。うん。しかも正規保証言うてますからね。だら正規保証っていうことはマイクロソフトがから仕入れてるんですかね。うん。 まあどういう仕組みなのかちょっとわかんないですけどでもこれねちょっとねでもどうやってんのかこ,このまあ販売店の人と仲良くなれば分かりますよねそれはね <laughs> どうやまあこのねセールス、まあ、このなんだこのショップさんの、えー、上のページにも Windows 7サポート終了間近みたいなねあ,のあるんですよ もうちょっと多分駆け込み寺で,でなってんじゃないかなと思うんですけど。うん。こ1000円ですよ、プロダクトキーどういうことやないなこれ謎ですよね。うん。まあ、とりあえずですよ。とりあえず、まあまあ、承認できました、僕は。ただ、できない人も一人、二人いるとか、レビューで書いていたような気がしますけど。 やっぱねあと価格戦略もこれやっぱうまいっちゃうまいですよねやっぱ1000円だったらまあなんかまあまあいいかなっていう部分もあるんでねうん非常にうまいなこれちょっと待ってレビューで星1位が2件あるんですけどあレビュー1が2人います えー、新規キーを変更でも使えませんでした。1個目がダメだったので違うキーを送ってもらいましたが。2個目も使えませんでした。違うところで購入しましたあ。これ直近のレビューですね。11月28日。で、12月5日もありますね。こちらの理解が悪かったため全く導入されませんでした。この場合どうすればいいのか。どういうことだ。<laughs> この辺ちょっとわかんないですね。これ2件ですね。レビューが今99件ぐらいなんですけど 星2が、もうこれも、すぐにできると思う、かなり面倒で、できなかった、できないでダメでした。前回を、前回の時はとても簡単に承認、承認できたが、今回はできなかった。できなかったが4人ぐらいんな。これす、星3はなんだあ、星3で使えなかった。使えなかった。うーん。 できなかったうんうんまあやっぱ全員が承認されてるわけではでもねこれレビュー見る限りだと、まあ、明らかに超初心者の人もいると思うんで <laughs> まあ内容理解してないみたいなね内容理解してないみたいなそうだかなんかそのあのその iOS, え、え、え、なんだっけあの、その、えっと、イメージファイルですね。ISO ファイルだったかな拡張子ちょっと忘れましたけど、イメージファイルっていうのが、まあ、Windows の公式からアップあの、ダウンロードできるんですけども、まあ、それすらよくわかってない人が結構レビューで書いてるんで。うん。あ、でもこれ、あの,あの人だったら知ってるかなまあ、僕のお客さんにですね、パソコン教室昔やってた人がいて、今、あのね、YouTube でパソコンの、 チャンネルやってるんで、わかるかもしれないな。今度、まあ、会った時に聞いてみようかな。これ。でも、これ、Yahoo ショッピングのカテゴリーにもあるんですよね。この、コード販売っていう。コード販売っていうジャンルがあるんですよ。知ってましたコード販売ですよ。オペレーティングシステム、コード販売っていうジャンルがあるんですよ。カテゴリー。うーん。 で、その中で人気ランキングみたいなのもあるんですけど。ランキングか、ランキングから探すのランキングから探すで。うん。まあまあまあ、とりあえず、まあ承認はできたんですけどね。 まあそんな感じでめちゃめちゃぼやきましたけどもとりあえず、まあ、Windows 使えるようになったんで Windows のファイルもあるんですよだからまあ今ちょっと移動もめっちゃいろいろしてましてだから今ね MacBook Pro15 インチと MacBook Pro16 インチのキーボードをこうこう小室哲和風にやってるんですけどもう全然ちゃうんですよもう全然ちゃうんですね 全然ちゃうんですよ。なんか MacBook Pro の15インチの前のやつはペチペチのキーボードで MacBook Pro16 インチのキーボードはふわふわなんですよ。で、しかも MacBook Pro15 インチのキーボードの方がキーボードのこの、これはね、ちょっと広いんですよ多分。ペチペチでちょっと広いんですよ。で MacBook Pro16 インチのやつが多分キーボードのこのし正方形のやつが多分ちょっとちっちゃいんじゃないかな。なんかね、全然違和感しかないですね。 うん、多分、うん、多分ね、15インチのキーボードのこのペチペチの方が、キーボードサイズでかい感じがして、なんかちっちゃいですもん。こっちの MacBook Pro16 インチのキーボードの。うん、多分ちっちゃいですね。うん、多分ペチペチがない分、ペチペチじゃない分、これ多分、うん、でちょっとちっちゃいですね。うん、多分。僕もペチペチになれちゃったんで、 まあ今度でもこっちにねこっちに慣れたらまあこっちも打ちづらくなるでしょうけどまあそんなこんなでいろいろとやっておりますよはいまあとりあえずもうだいぶ移行も徐々にできてきたんでもう一つに集中できるかなとまああとねまあまあまああとデータ整理もしないといけないんでいろいろ細かいねなんか大掃除ってあるじゃないですか、まあ、データが溜まってしゃあないんで動画の いろいろとそのバックアップだったりとか、ちゃんとしとかないとするやつは。うん、そう。はい。ということで、まあ、ぼやきですね、今回。まあ、完全なるぼやきですね。<laughs> ぼやき。何しようかな、でもタイトル何しようかな。Windows 7終了間近、括弧にしようかな。まあ、SEO をちょっと意識して。うん。まあ、ぼやきですけど、完全に。 はいでは終わりたいと思います。あ